喋っていいですか。どうぞ。喋らしい。まあいい。せっかくや。はい、どうも皆さん、明けましておめでとうございます。ジャ・アニーと申します。ジャーニーのね、カバーというのがこの名前だけでもすぐ分かるかと思いますが、今年ね、一発目の週末ブッキングライブのこの栄誉ある3バンドに一つ選ばれまして、誠にありがたいと思うんですが、アニソンとジャーニーとトマト山下達郎ってどんな組み合わせ、ね、聞いてるお客様、俺最高や思ってるね。最高かもしれんけどね、刺身出た後に麻婆豆腐食べてその後ステーキ食べるようなね、どんなコースメニューやねんという感じでね、多分聞いてるお客様戸惑われてると思いますが、やってる我々も戸惑っております。さてこれね、アニソンの後にジャーニーで、まあ過去よね、私はじめね、うちのメンバー結構アニメは好きでございます。私に関しましてはね、ガチでございます。はい、いわゆるガチオタクですね。はい、マイクール20本以上は見させていただいております、ね、で、アニメファンのね、判別方法というのはね、大体、今期何がやっているね、今期という言葉を使うんですね。で、私の場合はですね、アニメ好きで、なおかつ声優好きでもあるんですね。いわゆる声オタというやつでございます。ですからアニメを選ぶときもね、作品とか作品とかどんな声優さんが出ているか、そこも必ず知りましょうですね。で、声優オタを判別する方法は、声優の名前をニックネームで呼べる。イノリンとか、イノリン最高やな。私はイノリンが一番好きですけどね。クギョーとかね、そういうのが呼び方をしたら、大体これ声オタでございます。セッティングの合間の時間を使って喋ってるんだけど、後ろ音うるさいやーって思いますね。まあ、そんな感じで、2023年ありました。今日は1月7日ということでね、まあ、七草がゆを食べてこられましたか、皆さん。今日に七草がゆってね、こんなちょびっと雑草入った袋高いですよね。あれ、昔雑草積んでね、食べてたようなもんでございますけど、まあ、胃の薬で、お正月でいろいろおいしいものを食べた後に、ね、ちょっといいお休みの意味も込めてということで、いろんなね、せりなずな、ほげを運べたほげをさすずましをしまってね、七草入れてね、ことを忘れて、ペンペンさんみたいなのがね、たまにありますけどね、まあ、そういうのも食べて、これで一つのね、区切りとして、まあ、お正月の末の自由が、これから明けて、いよいよ社会生活も来週から、まともな方向に戻ることで、けども皆さん、この、ね、2023年はますます去年から少しずつコロナの影響も減ってきて、活気も出ております。で、こうやってライブも、いい感じになりましたんで、それではこの後、私ども含めまして2バンドお楽しみいただきたいと思います。
Thank you.
Thank you.
セパレートウェイズというね、もう一世を風靡しましたね。よパチンコ屋でもかかってましたね。3000円って言ったら出玉とちょうどいい感じでリリースしたんですよね。まあ、覚えてらる方は笑っていらっしゃいますね。さあそんなこんなでこうジャーニー残すところあと2曲になってしまいました。はい、ということですね。英語コーナーですね。はい、ではジャーニーのねメンバー紹介、今日初めての方も結構いらっしゃると思いますね。で何を隠そう、我々もあのこちらねページワンさん初めて、立たせていただきます。ありがとうございます。私個人的にはね、3度ほどいろんなもんで出てますけど もジャーニーとして出るのは初めてなんでね、今後もまたお見知りおきのほどよろしくお願いいたします。それではマッシュキーボード、我らがリーダーでございます。ね、さっき笑いますよ、ほんま、あのマスターがなんかあのキーボードの三沢さんの娘さんってあの昨年トラ年で赤いちゃんちゃんこ来た人ですから。どんな娘さん、わしほんま90ぐらいなんで。というわけでね、若々しいですね、リーダーでございます。みんな彼女についていっております。いろんな逸話がございますんで、またゆっくり聞いてあげてください。おキーボードいいちゃん。そうですね、この我々じゃあ兄というのはね、こう年齢性別バラバラでございますね。一番パントで若いメンバーでございますね。見た目はそんなに変わりませんけどね。一番若い、なんと28歳と申しますのも、これもジャーニーの一つの、まあ、特徴でございまして、私の息子が一人息子が親子リズムセクションというのがね、なかなかあのそんなにないんで、特にジャーニーのカバーバンドで親子リズムセクションといったら、ね、関西広しといえども、ね、住吉区で我々だけだと思いますからね。えらい絞りました。あんまり大きなことは言えません。小さなこと、嘘をコツコツと言われますね。はい、オンドラムスジュンキー。そしてギターいきましょう。今日はね、新しい秘密兵器ですね。前回のライブでね、ちょっとワイヤレスの調子が悪くて、それが気になってプレイに差し障るということで、思い切ってこのお正月にお年玉もらえね、もらえね。ね、頑張って買いました。新しいワイヤレスで。どうですか、気分は一新されて気持ちいいですか。あ、安心して弾けます。いいですね。というわけで今日はプレイにキレもございます。プレイにキレもございます。ね、我らがスーパーヒーロー、沖田ツーチュいいです、スッチーの笑顔。そして、ほいほいほい。ね、フロントで先ほどから何度か見たと思いますね。これもまた、ジャーニーの特徴でございますね。合気道クロービーでございます。合気道の道場では女帝と言われているそうなので、あの、うかつに絡んだらえらいことになりますね。俺も教えて教えて言うた瞬間ね、ガッとこう宙を回ってるかもしれませんけども、先ほどのね、蹴りといい、なかなかこの大体ね、ジャーニーのライブやるときはね、あの場合によってはこの前をね、開けとくことがあるんですね。でないとお客様が危険にさらされますので、一番前のお客様、特等席で蹴りをご堪能くださいませ。当たったその時はその時ということで、オンボーカルミーク。そして先ほどからベラ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 喋っておりますね、こうね、上に上がるとね、上がった服が戻ってこないようなのがね、さっきから悩みの種でございますね。お腹に引っかかるんでございますよ。これでも去年から10キロ痩せたんですけどね、前はどんなやってというね、まあこういう感じで、普段から喋りが大好きでございますね。うちのね、嫁はんなんかにね、会う人会う人が必ず聞くセリフがあるんです。旦那さん、家でもこんな感じですか。家でこんだけ喋っとったら、嘘でかなわやろ、それ黙ってアニメ見てるんじゃっていう感じで言われますけども、ね、アニメ語り出すと家族でうるさくなりますが、はい、私ベースとおしゃべり担当の、みっちゃんと申します。お見知りおきのほど。それではね、ジャーニーのね、ナンバー先ほどから割とあのスティーブ・ペリーの時代のね、ナンバーをずっとやってきましたけども、残りの曲ね、A 曲はまだ多分あの曲やろないのは皆さんうそうそお感じになっていると思いますけど、1曲ぐらいね、違う世代の入れないといけないことでね、スティーブ・オージェリー2代目のボーカルの時のナンバーを次ちょっとガッチリ入れていきたいと思います。それではあと2曲存分にお楽しみください。
Thank you.
じゃあみんな松井がコールに答えして。まずはね、あの結構長いで長いことやってますんで、ね、持ち曲が多いんですよ。本当にあのワンマンするだけの、あ、大体あの15の曲レパートリー持ってますんで、いつでもワンマン呼んでくださいよ。集客できへんからやめやめ。今のカットで。というわけでね、次の曲もやっぱりジャニーのファンでなくてもどっかで聞いたことあるでしょうね。特に朝のね、ちょっと前 の、 あのニュース番組なんか見てた人なんかは絶対知ってるかもしれませんね。こういうやつですね。こういうやつか。スッキリ。まあそれでやってた曲でございますね。知ってる人は知ってると思います。じゃあ、今日は本当にありがとうございました。また。